レオ・オーンスタインはアメリカ合衆国のピアニスト、作曲家、教育者。姓はオルンスタイン、オーンステインとも表記される。アメリカで演奏家、作曲家として20世紀ヨーロッパ音楽の流れを組む、緻密な処方の前衛音楽、実験音楽を追求した。40代で演奏会から退いたものの、終生にわたって旺盛な創作活動を続けた。 主要作品のいくつかの楽譜は、オースタインの公式ホームページからダウンロードできるようになっている。1893年、ロシア領クレメンチュークのユダヤ人家庭に生まれる。伝えられるところによると、8歳までにピアノ演奏に就熟し、わずか10歳でサンクトペテルブルク音楽院に進学を許されるほどの振動であったという。家族に連れられ1907年に渡米し、 ニューヨークの音楽芸術研究所に編入。1911年にピアニストとして異例のニューヨークデビューを果たし、それからの2年間は、急進的な自作の演奏に加えて、当時としては先鋭的な、ドビュッシー、スクリャービン、シェーンベルク、ラベル、コダーアイ、バルトーク、ストラビンスキーらの作品のアメリカ初演を刊行した。 1913年から1920年代半ばまで、大型演奏活動からは手を引いたが、アメリカ楽団では割合よく知られた存在となった。ピアノ曲、未開人の踊りドンセ・ソバージュや、バイオリン・ソナタ第一番のような作品は、トーンクラスターの徹底的な利用に宣伝をつけた作品である。音楽評論家のジェームズ・ハネカーは、まさか自分が生きているうちに、 アーノルト・シェーンベルクがおとなしく聞こえるようになろうとは。だが、そのように、ほとんど弱気でたどたどしく聞こえるのも、オーンスタイン、うんと大げさに言えば、冷血の、喫水の未来派の作曲家、が生まれ出たからこそであると評している。オーンスタインが、トーンクラスターを含んだ最も有名な作品、飛行機に乗って自殺するサイドイノアにエアプレーンをいつ、作曲したのかは定かでなく、 おそらく1918年か1919 19年とされている。1927年には不協和音と複雑なリズム構成が冒険的に駆使された画期的なピアノ50奏曲を作曲した。これはオーンスタインの室内楽曲の傑作である。オーンスタインは1913年頃のコロンビアに 78RPM 録音を10インチ4面を残しており、曲目は ショパン、国権のエチュード、即興曲第1番オーパス、29グリーグ、超超ポルディーニの商品である。また、アンピコ社製ピアノロールへの数々の録音は保存されている。1930年代初頭に最後の公開演奏を行う。その頃には、同じくピアニストのボーリーン夫人と共に、オーンスタイン音楽学校をフィラデルフィアに開校した。オーンスタイン夫妻は、 1958年に教育界から引退して並行するまでの間、学校の運営と教育活動に阻止んだ。1970年代半ばになると、オーンスタイン夫妻は講習の司会に入らなくなってしまう。その頃音楽学者のビビアン・パーリスが、オーンスタイン夫妻を探し出し、インタビューを取ることに成功している。オーンスタインは決して作曲活動を止めたわけではなかったが、 それまで数十年来作品を出版することには、無頓着だった。1990年には98歳で、ピアノソナタ第8番が完成され、その世界初演を行われた。各学賞には、以下の題名が付されている。これらは、ある目につきやすい、時期の経過だけでなく、オーンスタインの、相変わらずのユーモアセンスや説明隙を映し出している。2002年の番頭に、 ウィスコンシン州、グリーンベイの老人ホームで高い、108歳。クラシック音楽の作曲家では、ポールルフレムやエリオット・カーターらと並ぶ長寿であった。作曲は亡くなった年まで続けていた。レオ・オー・オンスチン、モダニスト・ディレマーズ、パーソナル・チョイシーズによれば、本当の名前はレオではなく、リオバであるという。また、 アメリカ移民の際の渡航名簿を見ると、名字がオーンスチンではなく、ゴルンスチンと書かれており、これが本来の名字のようだ。なお、この渡航名簿には、家族の中で、レオの名前だけがなく代わりに家族にはいないはずの塾かなる名前があったが、これは間違えて聞き取られたからだという。レオオーンスチン、モダニストディレマズ、パーソナルチョイシーズによれば、 オーンスタインの本当の年齢は不明であるという。理由の一つには、サンクトペテルブルク音楽院に入学するのは若すぎたため、実際よりも年齢を高く申告したこと、そしてアメリカ移民の際の渡航費用として12歳以上には50ドルの課税があったため、これを誤魔化すために低く年齢を申告したこと、さらに天才少年として、 ピアニストのキャリアを歩み出した頃には、年齢を実際よりも低くすることで、天才ぶりを強調しようとしたことによるという。レオ・オー・オンスチン、モダニスト・ディレマズ、パーソナル・チョイシーズによれば、この音楽学校には二人の有名な音楽家が在籍していた。一人は、アイデシともいえる、作曲家のアンドリュー・エンブリーであり、もう一人は、ジャズ・サックス奏者のジョン・コルトレーンだ。ただし、 オーンスタインはコルトレーンを直接教えていない。ありがとうございます。